今日はモンブランのロールケーキを作っていきます。まずは、ロールの生地作りですね。天板の準備をしていきます。今日の動画なんですが、途中までちょっとカメラの設定を間違えてしまって、暗めに映ってます。すみません。まず天板に型紙を敷いていきます。そして次にボウルに卵を3つですね、 M サイズのものを割っていきます。そしてハンドミキサーでまずはほぐしていきます。今日私が使っているボールは21センチのボールですね。少し深めのタイプになってます。卵をほぐす前にこの後湯煎に当てますので、湯煎も用意しておきます。砂糖を加えて卵となじませていきます。そして、湯煎に当てて卵を人肌程度に温めていきます。卵を温めることで、泡立ちやすくなりますが、温めすぎには注意してください。手の甲に生地を乗せて確認して、だいたい人肌と同じぐらいの温度で湯煎から外していきます。そしてこの湯煎に牛乳と油を温めておきます。湯煎から外したらさらに泡立てていきます。結構ここで泡立てる時間長くなります。しっかりと泡立てて潰れにくい気泡を作っていきます。もう全体が白くモコモコしてきて、垂らした時に、1センチぐらいの厚みができるぐらいまでしっかり泡立てます。そして最後低速でキメを整えていきます。高速で泡立てると泡立ちはいいんですが、気泡の大きさがバラバラになります。なので最後は低速で必ずキメを整えてください。ハンドミキサーの羽は1本、先ほど温めていた牛乳と油の中に入れてください。続けて温めておきます。そしてここから粉合わせになります。ココアと薄力粉よく混ぜ合わせて、まずは半量生地全体に振り入れていきます。封の開いたココアは湿気でちょっとダマになりやすかったりするので、ダマが目立つ場合は茶こしなどであらかじめふるっておくとダマのない生地になります。粉気がなくなったら残りの粉もふるっていきます。合わせ方は最初と同じで、下から生地をすくい上げるように優しく大きく合わせていきます。粉気がなくなったら少し生地にツヤが出てくるまで合わせていきます。そしてすくって垂らした時に下にリボン状に落ちていくような感じですね。ここぐらいまで合わせて、最後に牛乳と油のボウルに生地を入れてしっかりと乳化を取っていきます。それを生地に戻して、均一に混ざれば OK です。こ
ここで混ぜすぎると、油分が入っているのでどんどん気泡が潰れていきます。ここではあまり混ぜすぎないように注意してください。出来上がった生地を天板に流していきます。カードを使って全体を均一にならしていきます。まずは生地が行きにくい四つ角からしっかりと生地を行き渡らせて、最後は表面を軽くならしていきます。流動性がある生地なので、ある程度もう広がっている状態です。なので表面を撫でるようにならす程度で大丈夫です。そしてショックを入れてオーブンで焼いていきます。焼き上がったらすぐにショックを入れて型から外して網の上に乗せていきます。そしてすぐに表面にラップをして、ラップの面を下になるようにひっくり返します。そして完全に冷めるまで冷まします。冷ましている間に生クリームを泡立てていきます。まずは 40% 程度の生クリームを氷水につけて、グラニュー糖を加えてホイップしていきます。ロールのクリームはあまり柔らかいと巻いた後に形がだれやすくなります。なので少し固めに8分立て程度を目指すといいと思います。もしくは7分立てにして、あとは手立てで調整するという感じですね。ちょっとツヤがなくなって結構固めな状態です。これぐらいでストップします。生地が完全に冷めたら巻いていきます。まずは底面の紙を外します。オーブンペーパーをかぶせて表面のラップも剥がします。今日は冷めてすぐに巻いているので表面の焼き面きれいに取れないんですが、1時間程度しっかりと冷ましておいておくときれいに取れやすくなります。今日はねチョコレートの生地なのでもうそのまま巻いてしまいます。そこに生クリームをのせてパレットで広げていきます。最後デコレーションでクリームを絞りたい方はここで一部残しておいてください。全体に広げて上だいたい2センチ程度、この巻き終わりの部分のクリームは取り除いておきます。そしてパレットにつけてそのまま残します。水気をしっかり取った渋皮栗をのせます。自家製の渋皮煮を作られた方はちょっと皮が破れてしまったものなどを中に入れるといいですね。そしてこの栗を軸にして巻いていきます。一度紙を外してパレットに残しておいたクリームでこの横の空間を埋めていきます。もう一度紙をかぶせてルーラーや定規などでしっかりと締めていきます。今日は上に絞るクリームが結構重たいのでしっかり締めて丸い形にしておきましょう。
そして冷蔵庫で30分以上冷やします。冷やしている間にモンブランクリームを作っていきます。ここから急に映像が明るくなります。まずはマロンペースト、今日はサバトンのものを使っています。小さいもの丸々一缶使い切る感じですね。まずはしっかりとダマがない滑らかな状態にしていきます。かなり茶色かったペーストがこうゴムベラで滑らかな状態にすることで少し白っぽくなってきます。結構力がいる作業なのでゴムベラをしっかり掴んで滑らかにしていきます。続いてそこに生クリームと牛乳を少しずつ加えていきます。今日は生クリーム巻き込みに 180g、 そして余った 20g とそこに牛乳を少し足してこのモンブランペーストを伸ばしていきます。以前出した動画ではバターも加えているんですが、今回は生クリームがその役割も果たしてくれてます。一度にたくさんクリームを入れるのではなく少しずつ伸ばしていくといいですね。綺麗なペーストになっていきます。だいたい5回ぐらいに分けて加えていきます。使うメーカーによって硬さが違いますので絞りやすい硬さに調整してください。最後にラム酒も加えて混ぜ合わせていきます。お酒は入れなくても大丈夫です。これでモンブランクリームの完成です。今日はモンブランの口金で絞っていきます。間違えてこのビニールの使い捨てタイプの絞り袋に入れてしまったんですが、力が入りづらいので、布製のものを持っている方はそちらを使うことをお勧めします。ロールケーキが冷えたらまずは両サイドをナイフでカットしていきます。ナイフは軽く温めてカットすると綺麗に切れます。ナイフは一回一回きれいに拭いて温めてカットしてください。そしてクリームを絞っていきます。口金からクリームを垂らして前後にこの垂らしたものをくっつけていくような感じですね。結構力を使うので一度にクリームを入れるとなかなか絞りづらいという方もいらっしゃると思うので2回に分けて絞るというのもいいと思います。クリーム自体は少し余裕を持たせた分量になっていますので、うまくいかなかったところはもう一度かけるといいですね。そして最後、足元をきれいにしていきます。レシピには書いてないんですが、溶けない粉糖をパレットに少しつけて、押さえ込んでいくと足元がきれいに整います。普通の粉糖だと溶けてベトついてしまいますので、溶けない粉糖がおすすめです。そしてお皿などに移して、今日は少しクリーム残しておきました。クリームを絞ってデコレーションしていきます。もう渋皮煮をたっぷり使ってます。今日のこのデコレーションにはこのケーキの上に乗せる前にナパージュを塗っています。ナパージュを固めてからロールケーキの上に乗せて最後チョコレートでデコレーションしてます。金箔をお持ちの方は金箔を乗せると一気に華やかになります。濃厚なクリームと軽やかなスポンジのバランスがとっても美味しいロールケーキです。ぜひ作ってみてください。